回は下腹部を鍛える腹筋トレーニングやっていきたいと思います。レッツワークアウト。今回は40秒間トレーニング、20秒間休憩、10種目の10分間トレーニングです。夏に向けて気になる下腹部を撃退していきましょう。1種目目は低い位置で足を上げ下げする動作です。腰の下に手を引くと腰が痛くなりにくいです。しっかりと呼吸を意識して腹筋に負荷をかけていきましょう。残り20秒です。夏ももう直前です。今から始めればまだまだ間に合います。最後まで一緒に頑張りましょう。休憩です。次も低い位置で足をバタバタと動かしていきます。頑張りましょう。2種目目も低い位置での動作です。足を床につけず常に腹筋に力を入れたまま足をバタバタと動かしていきましょう。残り20秒です。じわじわと腹筋がしんどくなってきてると思いますが、まだまだこれからです。理想の自分になるために今を一生懸命頑張りましょう。休憩です。次は足を交差していく動作です。頑張りましょう。残り3種目目は低い位置で足を交互にクロスしていきます。足の幅は広げれば広げるほどきついので、できる方は大きく広げて負荷をさらにかけていきましょう。残り20秒です。最初からどんどん負荷をかけて追い込んでいきましょう。下っ腹を鍛えるには簡単ではないので、やるからにはとことん追い込んでいきましょう。休憩です。次はゆっくりと体を起こし、腹筋にじわじわと効かせていく種目です。頑張りましょう。4種目目は横になった状態から手をバンザイしながら体を起こし、腹筋に効かせていきます。ポイントは腹筋の力だけで起こすことと、90度ぐらいまで体を起き上がらせることです。残り20秒です。あまり効きづらい場合はゆっくりでいいので、必ず腹筋に効いてる感覚を持ちながらトレーニングをしてみてください。休憩です。次は胸と太ももを近づけていく動作です。頑張りましょう。5種目目はゆっくりでいいので、丁寧に胸と太ももを近づけていきます。しっかりと効かせるように丁寧に行いましょう。残り20秒です。もう折り返しですね。終わりが見えています。最後まで一緒に頑張りましょう。休憩です。次は体を丸めて腹筋に効かせる種目です。頑張りましょう。
目は体を丸めて腹筋を最大限まで収縮させていきます。また体の軸がぶれないように両足をしっかりとくっつけて行っていきましょう。残り20秒です。きつい時こそ変われるチャンスです。残り少しなので全力で追い込んでいきましょう。休憩です。残り4種目です。頑張りましょう。7種目目は上半身と足を同時に起こし V の形を作っていきます。戻すときはゆっくり丁寧に下ろし、体を起こす際は息をしっかりと吐き切りましょう。残り20秒です。ラスト3種目、ここら辺からが特に自分の意思との勝負です。やりきって達成感を得るか、やめて後悔をするか、どうせなら全力でやりきりましょう。休憩です。次は足で8の字を作っていきます。頑張りましょう。8種目目は手と腰でバランスを取りながら足でハの字を書いていきます。足が床につかないようにしながら丁寧に足を回していきましょう。残り20秒です。ラスト残り2種目、ここまで来たらもうやるしかありません。全力で駆け抜けましょう。休憩です。次はキープ種目です。残り2種目、頑張りましょう。9種目目は L 字キープです。ここでキープ種目はしんどいですが、40秒間だけしっかりと耐えていきましょう。残り20秒です。次で最後です。自分自身に負けないで最後まで一緒に頑張りましょう。休憩です。ラストは脂肪燃焼にも効くトレーニングです。最後まで追い込んでいきましょう。10種目目は肘を床につけたまま自転車を漕ぐように高速で足を回転させていきます。上体を高い位置にするとより下腹部にも負荷がかかるようになります。残り20秒です。よくここまで頑張りました。ここから最大限までスピードを上げていきましょう。最後まで自分に厳しく頑張りましょう。3、2、1、お疲れ様でした。はい、お疲れ。かなり下腹部追い込むトレーニングだったと思うんですけど、ぜひ夏に向けて継続していってください。今後皆さんの体の変化に役立つような動画を出していきますので、お見逃しないようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。